来ました、おめでとうございます、今日は、なみちゃんはまだ来てませんけど、正月、年末を大掃除してポケモンカードを整理したんですけど、こんだけ不要なレアカードたちが見つかったんで、これを売ってこのお金でメイコたちにお年玉あげていこうかなと思います。あ、これでいけないけどな、ここら辺はちょっと普通に使えたんだけど、この辺普通にレアカードとかをそのままスリーブリーとかもほったらかしにしてたんで、これをね売ります。で、いくらになるのかっていうのと、今日カメラマンに友達が来てくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。最近ポケモンカード始めたらしいんで、ここ1週間で、ここ1週間でポケモンカード始めたらしいんで、じゃカード売ってきます。今日動画撮影行ける買取ゴリラさんに来てます。どこ映してんの。買取ゴリラさんに来てますね。お願いします。ダメさんとこれ以外ちょっとお願いしてます。ここっすよ。はい、そこです。 OK です。了解です。で、また後で取りに来ることできます？あ、大丈夫ですよ。ちょっとこの辺回っとくんで。オッケーです。それでお願いしていいですか？判定しておきます。はい。2人で日本橋回ろうか。そうやね。メイド喫茶行こう。メイド喫茶行こうか。じゃあ終わったみたいなんで、受け取ります。一応金額の方が、この辺は。はい。はい、ありがとうございます。これは、状態って書いてるところを。そうですね。ピンってなってるところが。状態悪くてちょっとね、傷あり判定かってことですね。このカード上から順番に、あ、分かりました。で、逆さ向いてるカードがそのチェックってあるやつが逆さ向いてる状態で値段下がって、はいはい、キャンセルとありましたって言って、はい、じゃあちょっと確認します。はい。で、189枚で13万4450円だった。一回見てみますね。確認します。一回、はい、やった。はい、じゃあ別のカードショップ来たんで、最後ガラガラ回して今年の運勢を占って終わります。はい、トレッカボムさんに来ました。見たわかる通り。じゃあ10回回していきます。見て、もう見て、もう金出た。ある金も銀も出てるし、2個入ってるらしいから、やってられへん、やってられへん。今年の運勢占うわ、これで。緑っていい方ですか？緑はまあいい方。薄いなあれ。7。ラストですね。はい、緑2個でした。じゃあちょっと緑見に行き、緑言われてるよ。じゃあこれ8個。はい、なるほど。スリーブかパックってことですね。そうですね。うわ、どうしよう。パックの方がいいかな。じゃあこれもらいますか。今年の運勢はあかんかったわ。まあ、こっから。あー、なるほど。ポケモンっていう重要回転のあるのは、シールがなかったら書いてあるんですけど。あ、なるほどね。キャラは特に名前もないんですね。下もあるんですね。じゃあこれ下も全部。あ、じゃあゲンガーもらっていいですか？このここにおるゲンガーのシールもらっていいですか？それ、はい、そいつでお願いします。23円の福袋を買いました。今年の縁起ということで、あのチップがゲンガー使ってるということで、好きだからね。開けます。店員さんの目の前で開けます。どうぞ。何が当たんねんの。はい、まあ薄いからすぐ出すわ。こちら3パック4パック入ってました。パラダイムトリガーと、もうあともうちょっと、パラダイムトリガーとスペースジャグラーとスターバーストと漆黒の外装4パックでした。あ、いいですか。はい、ということなんで、あ、これじゃあでも開けていきます。4パックまとまってるんで、年末以来だ。そうやな、年末以来やんです。出たそれ。
こうやって開けね。ポケモンカードってカードはこうやって開けね。開封動画見とったらみんなそれやってる。はい、もうこれ見ます。おお、何も入ってないって。雑されてんちゃうんかこれ。おい言うなよ、思っても言うなよ。あとこれ何カード入ってるっぽいんで、はい、これです。ひなつちゃんと一緒に。じゃあ2023年の俺のカード運2万入ってるわ。いきます。まあまあとりあえずね。おお、あ、VMAX の VMAXCSR やね、これ結構いい気する。うん、でもう1枚。お、サーナイト VMAX HR。 いいやん。あれでも2000円って考え、まあ2023円って考えたら、だってこれ1個150円するからね、パックって。服ありそう。ありそうでした。ギリギリ全然高かった。高かったと思う。あざす。じゃあ終わります。アバター見に行きます。まずメイド喫茶行かなと。あ、そうやな。ありがとう、撮ってくれて。、はい。